ホームランはご自身ではどんなふうに振り返りますか。まあ、1打席目ちょっと
感が悪いかなと思ったんですけど、なんとか2打席目修正しながら、いい打席だったなと思います。これ多分大体打席の内容も、あの打ち方というところで今、お客さんもちょっとどよめいてますけど、あれに関してはいかがですか？そうですね、斎藤氏も素晴らしいボール投げてきてたので、なんとか負けないように、まあ、ツースライクからでしたけど、いい振ることができたんじゃないかな。そして2本目のホームランに関してはご自身ではどんな印象でしょうか？これ持ってくるのが大変でさ、まあ、フルカウントだったんで、そうそうそう、最初は合わないの分かんないと思って、結果的にいい打席だったなと思います。うわすげえ、どんな感じだったんだろうと思ったんですが、マンブリじゃん、そうちょっと困りましたけど、まあ、力出て頑張れてよかったと思います。ありがとうございます。皆さん、あんだけマンブリ、このファンの皆さんの大きな期待がある中での、まあ、ご自身にとっての日本帰ってきての初戦で2本のホームラン、大歓声というのをどんな風に受け止めてましたか？あんなマンブリ俺本当に力になってますし、まあ、チーム的にはやっぱり最初のヌートバー選手の先制点が一番大きかったんじゃないかなと思うので、そこからいい感じで、みんな力が抜けていい試合だったなと思います。今お話ししてましたヌートバー選手も本当に日本の打線に勢いをつけてくれたような感じがありますが、印象はいかがですか？そうです、まあ、最初の打席で打ってくれて本当に勢いづけてくれたので、まあ、なんとか全員で本当に、いや、なんか呼び出してますね。久しぶりのこの日本のファンの皆さん、バッティング練習の時から名古屋でもそうでしたが、本当に大いに湧いてますけれども、この期待というのは大谷さんどんな風に受け止めていらっしゃいますか？まあそうですね、まあ、バッティング練習はバッティング練習でまたきっちり分けて、まあ、今日も今日で本戦ではないので、また気持ちを引き締めて臨みたいな。本番前、明日もゲームがありますが、何か明日に向けてご自身の中で、何かこう試していきたいこと、こういうふうに調整をしていきたい、そんなことは何かありますか？まあ、僕自身の調整は今のところ順調に来ていると思うので、本当にあとはチーム全員で、調子をもっと上げていって、いいチームで、初戦を迎えたら十分に上を狙えるんじゃないかと。30人全員プロ野球ですから、今日のベンチの雰囲気、今のチームの感じで、そういう部分は大谷さんどうでしょうか？本当にダルビッシュさんはチーム一丸になって、いい雰囲気で臨めていると思うので、まあ、僕は僕で自分の仕事をまずしっかりとして、本戦に向けて、あと明日頑張りたいなと思います。28人それではたくさんのこの大阪の日本のファンに向けて最後に一言お願いします。まあ、あと明日一試合あるので、まあ、まずは明日に向けて調整したいなと思ってますし、まだまだ声援が足りないので、もっともっと大きい声援を、どうも悪いから分かる。